それでは白金ノエルさんに関する問題です。白金ノエルさんが無人島に一つだけ持っていくなら何でしょうということで、相談タイムスタート。なるほど。え、でもいやこれさ、食べ物か機材かなって思ったけど、どうだろうな。米とか。え、ルシアは、ルシアはメイスかフレア。メイスかフレア。船長もフレアだと思う。え、フレアは本人だから分かってないけど、船長これフレアだと思うよ。ペッコラもフレアだと思うから。ちょっと待って、ちょっと、なんかドギマギだよ。いやフレアだってあれだよ、あのね、フレアっていう存在自体も癒しなんだけど、うん、フレアってさ火出すじゃん。そこよ、まず、うん、そこよ、そこもあるよ。なんだよ、火出す、役にも立つっていうどういうこと。あ、え、うん、だって、ちょっと惑ってんじゃん。いや、絶対フレ、え、フレアだよね、みんなそう思うよね。フレアだと思う、ペコ。これ外れた時すげえ気持ちいい感じになるのか、いいんだな。ノエでも温める感じか、うん、そういうことだ。そう、あと肌でも温めちゃうってこな。そういうこと。やめてくれよ。唐突な下ネタはやめてもらっていいですか。答えまとまりましたかね、大丈夫ですか。はい、はい、あれ、はい、はい、じゃあ改めてじゃあ答えをお願いします。せーの、フレア。フレア。そういうこと。どうでしょう、ノエルさん。はい、正解はフレアです。やばい、やばい、ようなんて言ったのに。やばい、ちょっと話し合わない。なんだこれ、すげえ。この団結力も。2期生の皆さん、4期生。ちなみにこれ、ノエルはなんでフレアって選んだの。え、やっぱほらさ、食べ物はすぐね、尽きちゃうし、で、男女別にね、持ってっても使え、包丁も使えんから、じゃあフレアがおったら料理も作ってくれるし。なんで他の3期生はいらないの。ルシア、やばい、まずいよ、まずいよ、まずいよ、飛び火してますね。必要ないの。まずいよ、フレア、炎を出すから、フレア。あー、なるほどね、なるほど、そう。ルシアさんならね、死んでも生き返らせてくれますけど。ルシアさん、ほら、ルイジをガスしても、ガスしても、また生き返らせる。ヒョロヒョロで。ありがたい。ルシア最高。はい、3期生チーム。